が一番だって。ここは一つ一時的に近隣市の言うことを聞いてさ。お前いくら蹴られても死なねえ体になったんだからいいじゃねえか。弱点はいっぱいあんだよバカ。あ、そうだクロッカスさん、船長の容態はどうだ。戦わねえ方がいいよな。ドクターストップかけてくれ。あいにくだな、絶好調だ。ベイリーさん諦めろ。長い付き合いだが俺たちがロジャーを止められたことはねえ。そんな、トムの船、オーロジャクソンを信じろ。ロジャーにはもう時間がない。この話何十回目だロジャー。若い頃にはいろいろあったが水に流そう。お前がアリカを知る世界を滅ぼす兵器と俺の兵力、そして俺が長い年月を費やして立てた完璧な計画があれば今すぐにでもこの世界を支配できる。俺の右腕になれロジャー。俺は支配に興味がねえんだよシキ。やりてえようにやらねえと海賊やってる意味がねえだろう。どんな圧力をかけてこようとも気にし、お前の申し出は断る。やめて船長、これ何十隻いると思ってたよ。どけ。つまりその答えは今ここで殺してくれという意味だよな。てめえら全員叩き潰すって意味だよ。海賊大艦隊の大親分として知られる金獅子の指揮と後の海賊王ゴールドロジャーが激突。世にこれをレッドウォーの海戦と呼び、絶体絶命と思われたロジャーの船は突如大きく荒れ狂う天候に救われ、結果指揮の大艦隊の半分を海に沈め、さらに指揮に襲いかかった不慮の事故により辛くも痛み分けとなり戦場を突破した。